藤村四郎藤村四郎から1909年1月5日は日本の官僚政治家山梨県令、山梨県知事愛媛県知事貴族院直選議員男爵日後国熊本寺原瀬戸坂袋町に熊本藩士である父黒瀬一左衛門母昇る戦士の次男として生まれ安政五年に同藩士である藩の田平の養子となり なおかえもんと改める。上京して、尊能上位運動に加わり、1863年の8月18日の政変後に脱藩し、翌元時元年の金門の兵では、長州藩に加わって戦い、大和と戸塚和合志の奇襲高野山巨兵にも参加している。明治15年12月23日付、大上官将軍局宛て履歴書による、 明治新政府への出資後の履歴は次の通りである。慶応4年2月12日、御新兵会議所詰め。同年3月14日、老子取り調べのため軍防局に出資。同年うる4月4日、長子内国事務局兼判事となり三河国裁判所に在勤。同年6月16日、軍務官へ出資。同年8月29日、軍官。明治二年三月一日、 観察7時。同年8月20日、男女小巡察。同年9月25日、兵部省に出資。同年11月3日、監督、司大輔、同年11月8日、兵部県省進む。明治3年1月9日、県京都府小三時、明治4年11月26日、大阪府三時、明治6年1月27日に、 大小切騒動で面刊となった、ごん土井実ただの公認として、大阪府参事から山梨県ごんとして着任。在地種族層を書く山梨において、藤村は、同年4月に、九古町公選法を発布し、九古町を公選させた上で任命する方式を取り、新門芸話会を行う大小切騒動で損なわれた、人心掌悪に努めた。さらに、物産府、 植国湯において、植産工業計画を布告し、特徴の内区長総代理、学区取締総理の2名を政策の相談役として県庁に詰めさせ、近藤義則や栗原信雄など、地元名士の協力が得られ、工業政策を実行する。藤村式建築の一つ、東山梨国役所。博物館、明治村道路改修1874年には、 道路開通告示を発し、開港場である横浜へ通じる道路整備のため、民費による道路改修を実施し、甲州街道や寸州王冠、春新王冠、大梅街道など主要な幹線道路に馬車通行可能な改修工事が行われた。1880年には、明治天皇の六大巡行の一つである甲州、東山道巡行がなされている。なお、藤村は、 道路県令と評されており、北村東国の総港である、富士山遊びの記憶の夏に、2年前7月下旬の、富士登山における記憶により寄贈されたもの、にその片鱗が記されている。食産工業江戸時代からの会の産業であった、製紙業や群内地方の織物織は、中核産業として重視され、技術革新のため1874年7月に、 時は通りに面した甲府西基町、甲府市中央2丁目に山梨県官業製市場を創設した。官業製市場は1903年まで開業した。藤村は食産工業の一環として武道酒の醸造を推進した。山梨県では民間において明治初年から在来種の甲州武道を利用した武道酒醸造業が開始されていたが、藤村は1877年に 官業製止場に併設した葡萄酒醸造場を開設して葡萄酒の生産を試みた。日野原開拓県北東部に位置する駒群日野春の開拓を起とした。日野原は南北一里、東西七から八丁、面積百数十丁部のゲニアで水利が乏しく、マグサ城として利用されている荒野であった。日野原開拓は前任の県令、ト井と県産地、 富岡孝明により寄とされていた。孝明は明治8年9月に香川県令として転任するまで日野原開拓に携わっている。藤村は1873年に大倉省租税寮において品銀が始まると試験的に開墾と桑茶、ブドウや干渉、クローバー、蕎麦などの栽培を実施した。政府による日野原開拓の品銀は 地素改正により一時的に中入区くが、翌1874年に、藤村は再び開拓計画を上進し、移住者を募集して、開拓を開始した。同年11月には、洋風建築の洋産伝習所を開設し、外国人教師を招いて、洋産技術の普及を起とした。日野原開拓は、利水の乏しさにより難航したが、北駒地域において、 養産を普及させる効果は発生したと評されている。教育、文化政策、食産工業と並行して文明開化のための施策も行い、荒廃していた甲府市街の整備に着手し、藤村式建築と呼ばれる、義養風建築を推進。1872年に政府が学生を交付されると、区古町に学区取り締まりを兼任させて、修学を推進し、老州打破と称して、 同祖人風習など伝統行事や祭事などへの抑圧を行っている。藤村の工業政策は成果を上げる一方で、民費負担が県民の反発を招き、1877年5月、広大田町一連時で見解を開催して、民費の確保を心を見るが、失敗している。同年に政府が募集した企業交際基金にも8つの事業計画を提出しているが、 これも目殺されている。明治10年代には県庁広報誌であった甲府日日新聞に対して藤村県政に批判的な新聞が出現し、1879年総監で自由民権運動の中核となった海中新報において展開された。甲府駅北口広場に移設された旧陸沢学校藤村は政府の資金援助による 産業振興を期待していたが、1881年、政府の軍備拡張政策に応えた大倉卿、松方正義による財政政策によるデフレーションは、県内の製紙業は打撃を受け、1884年には、官業製紙場が火災で消失し、民間に払い下げられた。1886年の地方間官制の発布により、初代知事となる。 1887年3月に愛媛県知事として転任する。公認の山梨県知事は山崎直種、ね。愛媛県においても養蚕の奨励や洋風建築の推進などを行っているが、1888年には公金流洋疑惑で東京へ召喚され潔白を主張して辞任する。1890年9月29日、貴族院直選議員に任じられ、 1896年6月5日に、勲行により、男爵を除釈。また、熊本県内における実業界にも携わっている。ありがとうございます。